を務めた父の軍人でした。政府は28日から立命線に基づく簡易検査キットの販売を開始しました。アメリカのモデルナ製ワクチンが相次いで到着しています。アメリカのファイザー社製子供向けのワクチンも5月中旬にも届く見通しです。台湾における新型コロナウイルスの感染がこれ以上広がらず、台湾と日本の間の観光旅行などが一日も早く再開されるよう願っています。それでは詳細して一曲お楽しみいただきましょう。エーバンは日本芸能人と同じ感じを発します。動物のカエルっていうのがありますね。そのカエルの無心法を本田線に変えた字を書きます。わらわはお人形っていう字に